はいどうも、こんゆりです。えー、この話はですね、あまり、えー、大きな声でしたくはないんですが、えー、セルテートのソルトウォーターが、ね、発売されたじゃないですか。えー、中には、ね、ツイッターで結構多いんだけど、ね、中には、えー、セルテートソルトウォーターに対して、別に擁護するわけじゃないんですよ。 うん、ただ認識を改めなきゃいけないところがあってね。えー、セルテートソルトウォーター、ローターがザイオン製なんですよ。うん。ローターがザイオン。ボディーがアルミ、ローターがザイオンっていう素材で、ソルティガがアルミのローターを使っとるから、ね、あのー、なんだろう。 ね、ツインパワー XG やったツインパワーのソルトウォーターはアルミのローターを使っているのにセルテートソルトウォーターは半、えー、プラだっていうんですよこの半プラあのこの半プラという言葉に関しては、えー、シマノに対してシマノリールに対してだけ使える比喩表現であって台話のリールで半プラなんて言葉を えー、使うのは正直恥ずかしいです。はい。冷静にやって考えてください。あの、なんだろう、心当たりのある方は、あの、俺は見て見ぬふりをするんで、今すぐコメントを消してください。そのね、書き込みのコメントうん。過去のコメントを消してください。あの、恥ずかしいです、マジで。はい。どうしてあの、プラはプラでも、あの、強度が全く違うんですよ。うん。島野の CIO プラスと、台湾のザイオンって。ね。 もう要所要所に言うけど別に台話をね擁護しとるセルテートを擁護しとるわけじゃないのよ。うん。<laughs> ただあの、みんなを守りたいだけなんだ俺は。<laughs> 俺はみんなを守りたいだけなんだ。ね、シマノのツインパワーに対してハンプラハンプラっていうのはいいと思うんだけどセルテートに対してハンプラっていうのはちょっと恥ずかしいぞ。 うん、ちょっとどころじゃねえぞ。CI4 プラスの多分倍くらい、あのー、強度が違うんですよ。同じあの樹脂に、ね、プラスチックにあのカーボンの素材ぶち込んどるね。カーボンの繊維ぶち込んどるっていうのは一緒なんですけど、含粒量が全く違うんですよ。うん、だ強度も違うんですよ、うんね。めちゃくちゃ違うんです。例えば、ね、シマノのハンプラ、ね、CI4 プラスが、 えー、ツインパワーのソルトウォーター15ですね。15でしたっけ ?16 でしたっけ ?15 から16か。の、えー、ツインパワーソルトウォーターも、えー、ボディの部分が CI4 だったんです、うん。じゃあソルトウォーター機で、ね、ソルトウォーター機でハンプラって強度大丈夫なのって思ったあなた。はい。ソルトウォーター機って、大型じゃないですか。ね。ものが大きいんですよ。 つまり各部品部品のサイズもおっきいんですよつまりどういうこと弱い CI4 プラスの樹脂を使っとっても肉厚にさえしてしまえば強度って作れるんですようんね肉厚の実際に1号のツインパワーソルトウォーターはあのー、ボディの部分の CI4 が超肉厚でした はい、指一本分くらいの肉厚でした確か、うん、<laughs> 小指一本分くらいの厚さあったっけななんかめちゃくちゃとにかく厚かったですよが動画で見た時画像とか見たけどうんあの何、ー、すでそれが例えばツインパワーとか二重ツインパワーとか今回出たツインパワー XD とかねそういうところに、あのー、やってくると、ね、相対的にボディサイズはちっちゃくなりますから、ね、CI-4 の樹脂使っとっても 薄いじゃないですか。肉が薄くなるじゃないですか。だったら、その時は強度が大丈夫なのっていうクエスチョンがあってね。ね。それに対して、半プラ、半プラって言うんだったら分かるんです。じゃあ、セルテードソルトウォーター、ザイオンです。そもそもが硬くて強いんです。ね。セルテードの段階から、ね。もともと、ね。ノーマルのセルテードの段階から硬いんです。ね。あのー、c i f の倍ありますから、ね。硬くて強いんです。じゃあ、それが、 大型化したら、それ程度ソルトウォーター。ね。も、確かにザイオンのローターを使って、半プラ、ね。アルミのボディに、プラスチックローターかもしれん。ただ、物理的に、でかくて、熱いんですよ。うん。もう言いたいこと分かりますよね。ね。 大事ですよこれとてもとても大事ですよ言いたいこと分かりますよねはいあのー、実際にねセルデートソフトウォーターに関してはもう何十キロっていうでかい青物をゴリまいてもローター大丈夫ですよっていうねお墨付きはもうね何だろうねテスターの言葉からねちゃんとありますから俺なんかの言葉よりもねそのテスターの言葉を聞いた方が積極力が増すんだったら、えー、是非ともそのチャンネルをねあの探し当てて あの見ていただければいいと思うんですけどねここまで言ったら分かりますよねもしかしたらあれですかねあのここまで聞い取る前にあのブラウザバックしてというかブラウザバックというかねあのチャンネルを切り替えて過去の自分の動画のコメントをねあの消しに行ったんじゃないでしょうかはいすげえこれねあの状況が全く違うんですよ <laughs> 何度も言うけどだからみんなマジで恥かぐ前にあのやめ消した方がいい <laughs> うん別にその半プラって言葉を使っとる人をバカにしとるんじゃなくってねこれだけは言わせて別にバカにしとるわけじゃないのよあおっとるわけでもないのよマジで心配しとるのようんあのーねうんそれはシマノだけに使える比喩表現であって何回も言うけどシマノだけに使える比喩表現であってねあのー うん、セルテ程度だったら確かに半プラって言われてうーんってなるかもしれんけどセルテ程度ソルトウォーターみたいにあのー、物理的にもうでかくて厚くなっとるものをねしかも CI4 よりも倍以上強いザイオン、うん、強度は十分じゃないですか。<laughs> 別に良くないですか。その分薪が軽くなるんだからいいじゃないですか。ね。<laughs> まあどうしてもね、じゃあなんでソルティガはアルミなんだって話になってくると、それはまだ別の事情がありまして、ね、いろんな要素が兼ね合って、けど予算を抑えるため、うん。だったりとか、薪の軽さを生むため、うん。 やっぱね、あのー、ザイオンローターのおかげか知らんけど、えー、セルセルテートソルトウォーターはツインパワーソルトウォーターよりも,もう軽いし、ねステラソルトウォーターよりも軽いからね。うん。ちゃんと。すごいですよね。うん。それって重要なことじゃないうん。何回も俺は復唱するよ。別に、セルテートをね、台話を擁護してるわけではございません。 はい、みんなが心配なだけです。<laughs> うん、今すぐ、あのー、コメントを消しに行きましょう。はい、恥ずかしい自分の過去を私は見て見ぬふりをしますから。はい、以上コマンヘリでした。